チャンネル登録2000人突破記念、イエーイ。はい、どうも皆さんこんにちは、翔平 TV です。はい、どうも走るおちゃんです。ゆるいね。はい、本日は、野球ギアを紹介したいと思います。いろんな YouTuber さんの動画で、出ていると思いますが、アクティブームというメーカーをご存知でしょうか。こちらのアクティブームという、インナーシャツなんですけど、野球選手やいろんなスポーツ界の方が来てらっしゃる。こちらの特徴があるんだよね。はい、そうです ね、特徴ありますね。この胴のところがピタッとこう締め付けがないっていう ね、うん、で腕のところもまあそこそこなフィット感ありますよね。ですごいサラサラしてて夏はとてもいいんですよね。そうですね。今年の夏暑かったじゃないですか。はい、長袖でも普通にプレーできるっていう。そうですよね、うん、やっぱ夏は半袖ってイメージあるんですけど、ピッチャーはあれですけどね。やっぱ内野手は自分半袖だったんですけど、今年の夏は普通のこの長袖タイプでプレーしてましたね。おお、はい、実はこんなに実は自分は持ってまして、これ長袖なんですけど、これ半袖を持ります。で長袖と半袖の、ブルーとネイビーとブラックがあります。はい、実は10月の末に赤色が、発売することになっております。そして今、全国のスポーツ屋さんで、そのアクティブームが結構こう取り扱いを始めているんですよ。そうですね、おいくらね。でまあこんな感じ、このような感じになっております。このような結構増えてますよね、最近。結構そう、結構いろんなスポーツ屋さんが取り扱いを始めていて、まあ、全国に広がるなというふうに思っております。今回はこちらのアクティブームの紹介をしました。ぜひともお近くにお店がありましたら、買ってみていかがでしょうか。オンラインショップもありますので、そちらを、概要欄に貼っておきますので、こちらをチェックしてください。それでは本日の動画は以上になります。チャンネル登録、ツイッターの方お願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録2000人突破記念、イエーイ。動画で何回か話しておりますが、こちらのアクティブームのインナーシャツを2000人突破記念として、今動画を見ている方にプレゼントしたいと思います。こちらですね、こちらの T シャツをプレゼントします。自分はちなみに L サイズ、この180センチある自分が L サイズなので、多分ね、皆さん多分 S か M で大丈夫と思います。欲しいなと思う方はこの動画のコメント欄にコメントお願いします。たくさんのご応募お待ちしております。